はい、こんばんは。今日は、田中秀道先生の日本国史の下巻の方の、解説をしたいと思っています。で、今回は、まあ、前回もそうだったんですけど、あんまりこう、歴史の流れをどうだったこうだったっていう事象を追いかけるよりも、もうちょっとこう整理された内容とか、歴史の見方みたいなところを、中心に話したいなと思っています。で、一つ印象的だったのは、我々結構江戸時代っていうのはこう260年間平和が続いたっていうことをよくこう覚えていますけども、この下巻は平安時代ぐらいから始まってるんですけど、この平安の400年っていうのも、これも平和の時代が非常に長く続いたっていうことで、まあそういうことをちょっと再認識できたところがありました。で、その大まかなこの、大事な考え方っていうところは、日本の歴史っていうのはこう王朝というか、朝廷とか年号が変わっても、公家政治から武家政治になっても、大政奉還があっても、歴史は連続性の上に成り立っていますと。ここが非常に重要なところですと。で、西洋とか中国は連続性がなくてですね、結構こう断絶していっていますと。で、それっていうのはこう根絶やしにされたりとか、王朝が変わるときに皆殺しにされたりというところで区切れが発生してしまうと。それはやっぱりこうキリスト教の一神教的な考えがこうなんかこう否定してしまうって、そういうところがあるからだと。でも日本の場合はですね、こう大政奉還が、こうね、徳川家を根絶やしにせずに国譲りっていう感じで、朝廷の方に、政治の権限をお返ししたように、もしくはもう上巻で書かれていた日高国と出雲の国の間でも国譲りっていう形で、出雲の人が、権限を日高国の人に自分のところのを渡した。そういうことによってこう連続性があって、どっちかを根絶やしにするっていうことがないって、そういう国の文化だなと。これって結構最近戦国時代の僕、YouTube の動画とか見ててもこう、上の人だけがですね、何家から何家にその支配地が変わっても、その市民の、そこに住んでる、一般市民の方々っていうか、百姓の方々っていうのは、どっちかにつくとか、国衆もどっちかにつくっていう感じであって、特に根絶やしにならない、その国譲りの文化っていうのは戦国時代にも続いてたっていうふうに僕も思いますと。で、この連続性っていう考えで言うと、上巻の時も話したように、神仏習合ということで、神道と、仏教というのがこう分離されずに一つのものとしてこう来たというところも、これも連続性だと思いますし、なんかこう新しいなんとか宗という宗教が起こっても、それまでの、密教文化とかというのはそのまま残り続けて並列でいるという、こういうところのこのしなやかさというのがやっぱり日本の連続性を生んでるっていうところかなと思います。で、逆にこの神仏分離令っていうのを明治維新の後に起こされて、仏教の寺院を、仏教の、お寺を壊そうとしたっていうようなことがあったっていう。でもそれも長く続かずに、結局まあこう、神様も仏も温存するって、そっちに戻ったっていうのはやっぱり正しいことだったんじゃないかなと思いますと。で、この連続性を歴史が持っているっていうところもそうなんですけど、歴史の見方、この西洋史学の三分法っていう考えがあるらしいんですね。この見方自身も分断しているっていうことを指摘されていて、例えば古代っていうのは奴隷制の時代でした。中世は封建制の時代でした。近代は資本主義です。っていう、こういう見方をされてるらしいんですね。で、これはマルクス主義の、進歩史観みたいなのとつながって、そういうこう分類して、中世は暗黒の時代ですよという分け方をされていると。で、この、西洋史学に基づいて日本の文化を勝手にですね、鎌倉時代とか室町時代っていうのは中世で暗黒の時代でしたっていうふうに振り分けられてしまって、で、大河ドラマでも、平清盛の時にですね、非常に武士がこう、こう、なんていうか、暗く描かれてたっていうことを田中さんも指摘されてるんですけど、でも本当はこう、鎌倉時代というのも文化がこう、芽吹いていたし、室町時代というのも
ある種近代って呼べるようなですね、今の生活様式の土台みたいなのが出来上がってくるような文化に優れた時期だったということを言われています。なので、こう西洋史学という見方で物事を見てしまうというのも、やっぱりなんかちょっとずれてるというところを指摘いただいています。でですね、このやっぱり日本史学なんですけど、西洋との関わりなしには語れない部分があるんで、やっぱり後半になってくると、こう戦争との関わりっていうのが出てきてですね、大航海時代っていうのは西洋から見れば新大陸発見とかいうその航海って言いますけど、でもこれ侵略される側から見てみると、それは単なる侵略時代ということでありますと。でかつこうコロンブスとかも新大陸を探しに行くっていうよりも、ユダヤ人として迫害というか追放されて仕方なく外に出ていったっていうことがあるって、まあ、このユダヤ人がその自分の国を持たずにダイアスポーラで外に出ていくっていう、そういうところの動きの一つがコロンブスの、航海でしたっていうことですね。で、この日露戦争のお金をこの間ジェイコブ・シューだったか、そのユダヤ人金融家からお金をいただいて戦争した、借りて戦争したっていうのがありましたと。で、日米戦争もその春ノートっていうのを、ユダヤ人とかが書いたのに従って引き込まれて戦争してしまいました。で、GHQ によって、また日本は支配されて、ここでこう過去の日本文化っていうのを否定されるようなこう検閲を行われて、明治時代とかの本がたくさん焼かれましたっていう話があって、そこでこうワーギルトインフォメーションプログラムみたいな形で結構、日本が戦争して悪かったっていう教育を我々刷り込まれてきたっていうのがありますと。で、こう、欧式制の民主主義を、そういう、こう過去の歴史を否定された上に押し付けられて、そういう教育を受けたがゆえに左翼主義になっていってみたいな形ですと。で、この結構日本人は和をもって尊しとするとか共同体を重視してたのに、こういうこう主張しろとかそういうことを言うと、こうサイレントマジョリティの少数の人間が共同体の全体の利益を破壊するみたいな、そういうことになっていくっていうのは、やっぱりこう戦後のその GHQ の教育とかが偏ってたからでしょうということがありますと。で、そういうその近代思考、西洋思考に乗っかってきた三島由紀夫、江藤淳、西米、進さんたちがですね、こう近代論者みたいな、そういうことで論客として張っていたけど、結局自殺したっていうのは、彼らがこう日本的な共同体の強さとか日本人の文化的なところによるこう精神的な強さがなくてですね、個人主義西洋主義にかぶれて、そっちの考えしかなかったから、それを推し進めた時にこう西洋に、負けるっていう、そういう感じに陥って、結局自殺を選ぶしかなかったっていう、これが、他の本で書かれているその近代個人主義の死っていう、そういうところになろうかと。でも僕らっていうのは、そういうこのこういう思想、西洋思想だけに乗っかってると、こういう自殺を選ぶしかないようなことに突き詰められていくんだけど、でも我々っていうのは、何もそのキリスト教一神主義とかじゃなくてですね、ちゃんとこう宇宙とか自然とかっていうのは、もともと神様によって作られた、キリスト教の神によって作られたんじゃなくて、もともとあるもんですよと。それがこう自然にあるもので、そのあるもの、あるままを認めましょうという、この日本の、自然信仰のあり方とか。で、その自然と人間が一緒にあって一体であり、同時に共同体と個人というのは一体であって、何も個人がこう孤独な個人として、突き詰めなくてもですね、自然と一体であり、共同体と一体であれば、それはこう孤独じゃなくて生きていけるわけなんで、そういうこう日本人的な考え方、日本文化を大切にすると。で、その日本文化を大切にしたことを世界に向けて発信して分かっちゃうっていうのは、これは、偏狭なナショナリズムではなくて、ちゃんと日本国内であっても他国の人とも分かち合える、そういう日本文化の大切の仕方、それを伝えていき方っていうのが大事じゃないかなと。で、あえてここら辺でできるだけあんまりこうカタカナ文字を僕も書かなかったりとか使わなくしていってるのは、それはこの最後の、締めくくりで書かれているように、このまあ日本の歴史を見直すという時において、日本の言葉を取り戻すことが大事ですよということを田中秀道さんも書かれていて、武田邦子先生とかもよくそういう日本語
をちゃんと使うっていうことの大事さを言っているようにですね、こう日々の言葉のところからやっぱりこう西洋かぶれにならないようにちゃんと日本の言葉を使っていくっていうことも大切かなと思いました。というような形で、まあこういろんな時系列のことも書いてくれてるんですけれども、それよりもやっぱりこう歴史の見方とか考え方とか、そこから、こう日本の、日本人らしい考え方っていうところの本質のことを、まとめるのが大切かなと思って、今回はこういうまとめ方にさせてもらいました。はい、どうもありがとうございます。